なんか事後みたいな構図になってるよね、これ。事後の構図。なんだ、事後の構図って。まあいいや。ということで、はい、どうも皆さん、こんにちは。の長井です。今回もグランドセフトオート、サンアンドレスじゃない、グランドセフトオート、5やっていくんですが、はっきり言って、何もネタ考えてないのよ。で、何しようかなと思ったんだけど、オンラインの方、だよね。あっちにハロウィンアップデート来てんじゃねえかなって。いや、何の情報も見てないからわかんねえけど、ハロウィンのアップデート来ててもおかしくねえよなーって思ったんで、とりあえず、ちょっとオンライン行って何も来てなかったら一個ミッションやっていこうかなって思うんですよ。てか何が来てたにしても、まあ、ミッション一個やっていくんで、まあやっていきましょう。なんかミッションないの？一人でできるやつ。一人でできるもののミッションないの？クラブハウスを使用していれば、モーターサイクルクラブからいつでもプレゼントになり、好きなだけプレゼントに続けられる。プレゼント、あ、読まして。どうだろう、ジェロ。あなたを追って出雲崎。悲しみの日本海。Hey, what can I do for you? Yeah, there's always some shit going on. I'll send you something. いや、ちょっとジェロってくるか。もうバイク乗っちゃおう。なんで主人公さ、必ずヘルメットを被っちゃうんだろうね。いらないんだよ、ヘルメット。お！これだな。じゃあ、ミッション1個やっていきましょう。間違えた。真実の暴露への招待。真実の暴露。まだ金稼ぎをしているか、それとももう大金を稼いだか、でかい金稼ぎの仕事がある。砂漠のレーダー塔近くで、バイニンがバゴスに薬を売っている。援護にスナイパーや重装備の連中がついているが、片付けられれば儲けはでかいぞ。彼らじゃない奴らを倒して物を奪って、こっちに持って来い。行きましょうか。久々のミッションだ。やべ、車にしたらよかった。そしたらね、隠れられるもんね。お城を盗め。まあ、砂漠って言ったからね、遠いんだろうね。したら、なんで俺ツーストのバイクにしちゃったんだろう。もうこの辺から車盗んでっちゃうか。ちょ、でっかいさ、SUV みたいな。本当は嫌いだけど SUV みたいなので、こう、身を守れる感じがいいもんね。あら、このミッションやった気がすんな、いつか遠い昔。昔々にこのミッションやった覚えがあると。そこの工事現場っつうか、ねえ、あそこだよね。そっか、でもやったミッションっつうことはクリアしてるはずだから、ちゅうことはよ、これできて当然なわけだ。あら、違う、俺の思い描いてのミッションと違うぞ、これ。違うとこ行ってんだ。じゃあやったことないやつだ。じゃあできなくて当然だ。そうだよね。だってレーダー塔近くって言ったもんね。やだ、行けなくて当然だべや、これ。じゃあ、もう車で突っ込んでもよし。あ、やばい。ああ。いや、危ないとこだったね。危ないの。本当に。よいしょ。あっちの方だよね。やん、ちょ、どう収まれ、皆の衆、収まれ、中途に。あ、でも、帰ってこっちに持ってきちゃった方が楽かもね、戦い方としては。よいしょ、一人っつこう、仕留めていけるから。あ、上にいんの？あ、上だ。上にいんのか、めんどくせえな。ちょっと。上かー。そっか、それスナイパーいるっつってたもんな。
あいつだな。撃てるか。あそりゃそうなるわ。スナイパーに反応は無理だわ。そりゃそうなるわ。ちょっと待て、ちょっと待て、リスポーン地点がおかしい。スナイパーがいる中点のにさ、ここはおかしいでしょうよ。どう考えても。びっくりさすなよ。めっちゃ狙ってないあいつ。撃たせない。もういないかな。スナヤン、スナヤンいない。あら、ちょっとおしろい、おしろい、おい、おしろいはどこ行った。そういえば、あー動いてる、このおしろい動いてる。うっそー、このおしろい動いてる。どうしよう、どうしよう。多分この辺行こう、この辺行こう、この辺行こう。あのお城動くの知らなかった。ちょっとめんどくさいやつかなこれ。めんどくさいやつやだな。4キロの彼方。俺何やってんだろう。じゃああのスナイパー何だったの。置いてけぼりじゃん、ただの。何してんだこれ。別にどこそこに届いちゃったら負けとかないよね。大丈夫だよね。ただ奴らはお城をバカみたいに運んでるだけだよね。何の目的もなく無目的に運んでるだけだよね。こっちの方、あれか。いや、あれ位置的に、あ、あれだ多分。あれだな、今言ったな。多分あのヘッドライト、テールライトはそうじゃないか。こいつこいつこいつ 100% こいつだわ。 100% こいつ100% こいつやで。すごいグルンチョグルンチョ回ってるもんね。マルクスブラザーズのあれみたいに、グルーチョマルクスみたいにグルンチョグルンチョしてるんだ。ほらほらほら、当たってる当たってる。あ、いた。お、お、事故った事故った事故った。チャンスチャンスチャンス。あー、ダメだダメだダメだーい、ダメだーい。行こ、もう。もうこんなやっててもしょうがねえや。行こう行こう。よし。ほい。これでいいのかな？これで、お城よ、ジェロのアパート。あなたを追っているのだけ。悲しみの日本海。なぁ、古いよね、海行き。まるで海行き。あれなんであんなに流行ったんだろう。あーっと、めんどくせーな、めんどくせーですがいいんじゃねえかよ。なんだあのめんどくせーな、めんどくせーですさんは。ちょっと、ちょ、いすぎいすぎいすぎ高尾、ちょっとお前だけ死んでて、すいません。うーわ、いすぎいすぎ、うわ、きすぎきすぎ、いすぎきすぎのどっちも高尾だわ。いすぎって意味わかんない。あ、ちょ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 、やめて、殺さないで、殺さないで、殺すのはダメ、殺すのは絶対ダメ、ダメ、生存権に反する。何生存権に反するって意味わかんない。オッケーって言いながら俺が殺してんだけどさ、言いながら俺が殺すって意味わかんないけど。片手運転でスナック食べれたっけこれ。お、すごい、今の動き見た。で、グラサンを取るんだよね、ここで。いや、いろいろ大変だったな、今回。ミッションパスト。はい、JP。で、ここで2000か。2000に2万か。お！ランクアップした！久しぶりに見るな、このランクアップの表記。てか、1年ぐらいやってて、未だに46ってどうよ、これ。2万ね。一応高評価入れとこう。じゃあ、そういったところで、じゃあ今回は、この辺で終了でいいかな。うん。ちなみにだけど、車屋さんでさ、なんか来てない？車屋さんになんか。
それだけ知りたい。レジェンダリーとかさ、まだ来てないか。お、セール中じゃん。セール中じゃんで買わねえよ、だから。うん。来てないよね。で、こっちも来てないと。いや、今年はハロウィンアップデートないん。なんだこれ、なんだこれ、来てたわ。来てたわ、なんか。なんか来てたわ。なんか来てたわ。うん。来てた。確かに合法的に行動を走れる仕様ではありません。安全でもありません。しかも隙がついているため、三方向転換がうまくなければいけません。しかし、この、条件さえ問題なければ、お好きなゴスバイカーのデスカスとデスカルトに参加できます。もう意味わかんないもんね。これだよ、これ。デクラストルネードラッドロット。これはいらないなぁ。うん。30年代から40年代に考案された革新的なホットロットデザインが数十年後にはくたびれたラッドロットになるなんて誰が予想できたでしょう。こういった車種が大して腕も良くないくせに車を破壊したり、後部座席に射精してあぶく銭を受け取っている溶接工によって維持されるなんて誰が予想できたでしょう。そんな美しさを持ったこの車に今なら湿ったタオルが標準でついてきます。一瞬ドン引きしたわ、読んでて。読んでてもう素でドン引きしちゃったわ。はい。こんなん着てたんだ。すげえな、いらねえな。へえ。なるほど。ちなみに船、波平の嫁さんは？あ、なんだこれ？タグボート？なんだ？これ GTA4 に出てきたやつか。頭金さえ払えば船旅のスリルを味わうまであと一歩です。順風と船体に溢れんばかりの不法入国者と共に出航しましょう。数時間経てば波しぶきが驚くほど遅いトップスピードにより心に平穏が訪れるでしょう。やがてあなたは、公安当局を通り過ぎ、船員たちへの夜のご奉仕を始めることでしょう。これが人生です。やだよ。やだよ。もう素でやだよ、もう。こんなクルーザーなんて買えないわよ、私は。なるほどね。つうことで、ウォーストックはないよね。あるんかい。あるんかい。はーん。あ、ワルキューレ安くなってる。でも買えないけど。あ、メサか。安いのは。中でもね。ぐらいだよね。あ、バスだったら買えそう。ジャニーとかね。あ、この辺も買えるんだ。はい。ちゅうことで、じゃあ今回これにて終了いたします。ではでは次回はまた、サンアンドレアスで会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイチャー。